シャキ。今日は2日目です。これ2回目、2本目のね、あれをまた独り言ですね。この独り言のタイトルをもう考えてて、独り言のこのタイトルはヒロの名言、オア名言、迷いの言と書いて、オアっていうのはそれとも名言ってね。あとは逆だったか、逆、名言が先で名言が後、どっちもいいわって感じですけど、はい、それ昨日ね言いました。あの携帯はそのまま進まない、何事も起こらないで、安牌じゃないですか、安牌。まあ子供の頃からねちょこっと思ってたんですけど、まあ、あの引っ込み思案とかそういうこともあるけど、よく最初照れるじゃないですか、子供の頃って。日本だったら学校でも間違っちゃいけないとか、人と違うことしちゃダメだとか、そのようなことを教えられたり教育されるじゃないですか。恥ずかしいことが恥ずかしいからやめなさいみたいな、そこがね、まずあのなんだ、これは僕の考えなんですけどね、みんなそれぞれの考え方があって当然ですし、あのそれは尊重しますしね、うん、その意外とねこっち来てから、まあ、カナダにいるんですけど、英語を習う時でも小中高と英語、基礎英語を習うじゃないですか。その当時やっぱりね、あの英語の先生とかでもね、全然あの英語はできないね、さっぱりピーマンとか言われたの覚えてるんですけど、今思えばね、そのさっぱりピーマンって言われた先生のね英語もなかなかね通用しなかったと、はい、まあ一応あの筆記とかね、記憶とかの単語とかね、すごいためになるんですけど、でそれで一言ね思ったのは、やっぱり恥ずかしいと思うってところのその羞恥心ってのはある意味すごいなんか人にとって向上させるエネルギーにもなります、はい、で逆に羞恥心ということで間違えちゃいけないということで、間違えることの怖さを考えるがあまりこう言葉に発しなかったり、あのアクションを起こさない、まあ、要はアクションだな、行動を起こさない、だから行動を起こさないってこと、怒られないってことが成功、いや違う、怒られないってことは成功ではなくて、あのこの前のね、昨日っていうのか、まあ、この前の話のですけど、行動をしないことによってそれが一番自分にとっての負になる、うん、これは何でもそうなんですけど、もし自分の好きなもの、やりたいことがあったとしたら、できなくて最初当然じゃないですか。だってあの一番最初はあの子供の頃でも三輪車から自転車に乗るとき、後輪にこういう輪っかをつけて走るじゃないですか。もっと遡れば赤ちゃんの時にクローリングして、これゴロ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 して、あのこのベッドに捕まって立ち上がるとこから始まるじゃないですか。で今度立ち上がったら始まったら今度歩き出すじゃないですか。あれは練習とかではないじゃないですか。自分がなんか、まあ、赤ちゃん、俺も覚えてないんですけど、赤ちゃんなりにもう次のところへ行きたい、立ちたい、そういうのがあるじゃないですか。でもう 親の人とかに褒められたりとかして喜ぶのかね、へーって笑いながらなるじゃないですか。それが生存的にそうなるのか、それとも本当に自分が赤ちゃんなりに違った世界を見たくてなるのか、それからやっぱりね、それで やってきてることが確かにそうじゃないですか。でしかも何回も失敗するじゃないですか、うん、でもそこに関して恥ずかしさってないじゃないですか。どうしてかというと、それをやることによって次を行きたい、うん、次なるステップへ行きたいっていうかあるじゃないですか。それ向上心とかでもないと思うんですけど、自由にやりたいっていう。なのになんかこうやってこう年を取るにつれてというか、成長するにつれて、まあ、教育なんでしょうね、教育、こう頭に植え付ける洗脳っていうのかな、いい意味での洗脳で押し合いつければ開花するのは早いんですけど、だから教育でこう詰め込みでテストを受けて覚えることで評価されて、間違えることに対しての恐怖心、しかもみんなから周りの目を気にする恐怖心、うん、でもそれってさ、あのね、そうするとやらないことによって自分が成長しない、そこの恥ずかしさはないのかなと。恥ずかしいのは一時の恥でしょ、で知らぬは、ね、その将来の恥になるっていう、まあ、言葉とか似たようなのあるんですけど、うん、知らないって思ってれば恥ずかしいことないじゃないですか。別に大体周りのこと大体みんな気にしてないですからね。自分のことをそんなに見てるかっていうのは、それはねもうちょっと勘違い、結構周りの人ってあんま見てないので、うん、でもし笑って、性格もあるんですけど、笑ってさ、笑われたら笑っていいよいいよって受け入れる体制がやっぱりあると。だから恥ずかしいことを
恥ずかしくできたりとか、まあ、お笑いの人とかだったらすごいアホなことをやっちゃうとかいいじゃないですか。でもあれをさ、アホなことをね、あのみんなを笑わせるためにアホなことやってるってことはすごいなと思うんですよね、うん、そういう感覚を少しでもなんかちょっと残していればいろんなことがチャレンジできるというか、うん、その時にあの頃に帰りたいという、なんかみんな言うじゃないですか、後悔したくないと、人生死ぬ前に後悔したくないって言うじゃないですか。でもそういったところで言ってる割には結構後悔してるようなことをいっぱいしてるなんて、まあ、昔の自分もそうでしたしね、うん、やっぱどうしても決断をするときっていうのは自分で決めないかんし、でその自分で決めることによって責任感が生まれて、でその先に行ったときでも誰も責めなくていいじゃない、いいじゃないですか。ある程度の情報を得るときはその周りの人からの助言をいただいたり、まあ、親とかね、そういった人たちにもいただくことあるじゃないですか。であの僕もある人にも聞いたことあるんですけど、もしなりたいものとかがあったりとかしたら、その経験者、うん、もし自分がどっかのなんか経営したいとか社長になりたいとか言ったらどっかの社長に聞く、うん、でもし先生になりたいとかだったら先生に聞く。だからそのもうそこでその職種だとかその自分がやりたいことをやってる人に聞くってのが一番正しい道。どうしてかというと、まあ、友達だとか、まあ、親さんでも自分その人がやってないことをその人に聞いてもその人は分かんないじゃないですか。でおまけに大概がだいたいそれをやめた方がいいって失敗するってとかなんかなるじゃないですか。でもそれを言われることによって、まあ、自分が諦めちゃうんだったら多分そこまでの夢だったし多分そこまでの思いだったと思うんですよね、うん、それはある程度肯定もするけどある程度やっぱ否定もできないね、うん、どっちも正解だからどれも不正解っていうのはないと思うんで、ただ覚悟、決める時の覚悟、それは絶対あると思います。それが選択肢というものだし、でちょっと話をそれましたけど、またなのでその道のプロというかその道を歩んできた人に聞くっていうのが一番正解ですね、はい、でそしたら実際にその人がやってきて嫌だったこととか失敗したこととか逆にやってて良かったこととかでこうしたらいいよとかアドバイスを得たらで自分に合いそうだったらそれをやればいい。でやってみて合わなかったらやめてもいいと思うんですよ。やめてもどうしてかって言ったらもういろんな俺らって大人ってから仕事っていうのがあるじゃないですか。でその仕事についてこの会社が合わんかったら辞めた、で辞めたら続かねえなって言われる時代もあったんですよ、うん、でもいろんなことを仕事していろんな経験をしてで最後に行き着いた仕事でいろんなものが点と点が線でつながるみたいな、うん、スティーブ・ジョブズも言ってますけどね。あの人だっていろんな仕事とかいろんなその場その場で一生懸命やって結局アップルっていうのを創業したりとかしてうまくいった人なんですけど、それを自分でね分かってるデザインの字を覚えたりとかしたこともあったらしいんですよ、うん、だからそういうことですよ。だからそこの場でもし合わなかったとしても自分に合った職であったり自分のやりたいことっていうのはきっと見つかると思う。っていうか逆にそれをやりたいことを本気で自分でね焦ることなく、あのやりたいことが早く見つかる人もいれば遅く見つかる人もいると思うんですよ。で逆に自分がやりたくなかったことでもなんかやってたら楽しくなっちゃってそれをずっと続けてる人もいますよね。あ、失敗成功っていうだけの枠組みで考えるんではなくて、まあ、自分にとって何がしたくて何がねあの人のためになるか、うん、そこがさなんか一番素晴らしいですよね。僕は私欲と利他、うん、あの他に与える利益と自分との利益が合致してたら多分この上なくすごいいいことじゃないですか。それに巡り合えたとしたら多分最高なと思いますよね。なので、まあ、今日の俺の独り言ですけど、とりあえず自分でやりたいことはやってみる、で決めたらそれに突き進む、うん、いいことがあっても悪いことがあったとしても自分のせい、それは選択肢なの でどの道を選んだとしても自分が選んだ道は自分しか歩けないと、はい、足跡あの雪が降った時に足跡をつくじゃないですか。前にはつかないですからね。行きたい道っていうのはこう自分で行きたい方向っていうのは
決めれるけど、この歩んだ道は足跡として残るのは1歩2歩ってそれだけしかないじゃないですか。結局足を出したら足跡がつくんで、足跡が出さない状態っていうのはやっぱり恥ずかしがったりとか、何もしなかった時の状態なので、もし自分がその先になんか目標があったら、これ自分に言ってますよね、自分に、はい、もしあのこの動画を見てくださってる方がいて、なんかそれ共感してくれる人がいたら、またそれはそれでね、なんかコメントとかいただいたら嬉しいですけど、あの目標があって、その1歩2歩、自分が歩んできた道は自分しか歩めない、そしてアドバイスを受けるときはその自分の進みたい先にいる人の話を聞く、うん、今はもうだってあのソーシャルネットワークサービスとかも進化してるので、あの自分でね考えて探してこうアクションすればきっと絶対誰かにねつながるし、はい、調べたら出てくるし、いろんな情報があるのはインターネットですけど、うん、よく自分の取りたい情報だけしか取らなくてね、有害だとか、あと逆に全然デマとか、デマとかあのフェイクニュースとかそういったもので流されたりとか危険だとか言いますけど、これも一つ危険だ危険だで終わらすんじゃなくて、まあ、俺的な考えとしてはそういったものも見ながら、そしたら見ないことには何がフェイクで何がデマかも分かんないし、両方取ってて選ぶってところにもうすでに選択肢が始まってるじゃないですか。でそれでなんか自分磨きをするっていう方の方が、あのすごいためになると思うんですよ。結構この前の動画でも言ったんですけど、やっぱり僕もずっと日本でね、あのちょっと大人になるまでは教育されてきて、ね、勉強してきたんで分かるんですけど、詰め込み教育とよく言われてたんですけど、その記憶を入れることによって評価されてたって時代だったんですね。だけど今言ったみたいに自分で選択して自分の頭で考えて自分の頭で行動する、アクションする、そっちの方がはるかにすごいです、うん、それをだから今でもこれからでも培っていかなくちゃいけない教育だと思うので、そこは、ね、うちの子供たちもそうやって伝えてますね、はい、だからそれが生きていく知恵というか、はい、思う、あと意志の強さですね、流されないというか、流されるっていうのはやっぱりその言われたことに対してね従順になるっていうか、そういったことも必要なんでしょうけど、その時において自分の中で経験したこととか教えられたこととかが良心となって、その良心で判断する、うん、そしたらそれをね、相手も自分も大事な存在だと分かれば、相手も大事な存在だと多分思えるようになるので、そこがやっぱりね必要になってくると思います。僕もこの俺の作った言葉なんですけど、ね、明るい未来が出てくるし、人を愛して人を愛されようっていうね、はい、そういうことでございます。まあ、もしよければ今日2発目ですけど、ちょっとまたちょっと言葉がねなかなか伝わってるのか伝わってないか分かんないですけど、僕も何言ってるかちょっと分からなくなりますけど、途中台本作るかなそのうちでもね、またね、また明日会いましょう。もしよろしければね、またチャンネル登録お願いいたします。はい、こういう感じでね毎日毎日やっていきます。毎日ちょっと時間はねまだ何時にするか決めてないんですけど、毎日の同じ時刻でアップするように設定いたします。それでは皆さん YouTube でまた会いましょう。ヒロソフィーです。みんな元気いこうぜ。